はい、こんにちは、レトスノノです。今回なんですけども、停止条件について解説いたします。この停止条件ってすごく基本的な部分なんですけれども、意外と、理解してない方多いので、まあ、その点を、分かりやすくですね、できるだけ分かりやすく解説させていただきます。まずこの停止条件って、まあ、2つに分けることができるんですね。言葉を停止っていうのと条件ってこと、2つにこう分けることができます。で、まず条件なんですけれども、条件がちょっと分かりづらいんですよ。言葉にすると不確実な事実にかからせるもの、これが条件なんですけども、これすごく分かりづらいですよね。なのでちょっとキーワードとして、不確実っていうところをちょっとキーワードとして頭に入れておいてください。で、これとよく似た言葉で期限っていうのがあるんですね。期限、これは確実な事実についてかからせるものです。確実な事実についてかからせるもの、これ2つ具体例出すとすごく分かりやすいです。例えば期限についていきましょうか。期限、例えば12月31日に私はあなたに100万円あげますよっていう、まあ、贈与契約をしたとしましょうか。12月31日に私はあなたに100万円をあげますよっていう贈与契約、この12月31日っていうのは絶対に来ますよね。まあ地球が爆発するとかっていうのはあり得るかもしれないけども、まあ、基本的にはそれはないわけですよ。いつかは12月31日って来るわけです。こういった確実に来るものにかからせるのが期限なんですね。つまりこの12月31日っていうのが期限になってきます。で、一方で、条件っていうのは、まあ、ここにもちょっと記載してるんですけども、あなたが独学で宅建に合格したら100万円プレゼントしますよ。この場合、あなたが試験に受かるかどうかっていうのは不確実ですよね。絶対受かるとは言えないじゃないですか。これが条件なんですよ。つまりあなたが合格したら、ここが条件なんですね。ここが条件、独学で合格したら、この部分が条件になってきます。で、今回話してるのは停止条件なんですよね。このじゃあ停止ってどういう意味なのかというと、条件が成就するまで法律の効果を停止しておく、この停止が停止条件の停止なんですね。これもまた難しいじゃないですか。これどういうことか。まず条件が成就するっていうのは、まあ、条件が成立する、条件を満たすっていう意味です。つまりあなたが合格した、これが条件成就です。あなたが合格した場合、条件が成就したっていう言い方をします。まあ、条件を満たしたってことですね。で、それまで法律効果を停止させておくんですよ。法律効果ってじゃあこれ何なのっていうと、今これ契約してますよね。契約した結果、これを停止しておくんです。今贈与契約しましたよね。独学で合格したら100万円あげますよ。この贈与契約をした結果、どんなことが生じるかっていうと、もし条件が成就したら、私はあなたに100万円あげなければいけないわけですよね。この100万円をあげるっていうのが結果なんですよ。契約をした結果ですよね。これを一時停止させておくんです。条件が成就するまで停止させておく。つまりあなたが合格するまで私は100万円をあげなくていいんですよ。まあ、これはわかるじゃないですか。独学で合格したら100万円あげるよって言ってるわけだから、あなたが合格していない状況であれば、私は100万円あげなくてもいいわけですよね。合格した時に初めて私はあなたに100万円をあげなければいけないわけですよ。つまりあなたが合格するまでずっと停止させておくわけです。私があなたに100万円をあげなければいけないという結果っていうものをずっと停止させておくんですね。で、あなたが独学で合格した時点で法律の効果が発生するんですね。つまり私があなたに100万円をあげなければいけない義務が発生するということなんです。ちょっと一回聞いただけではわからないかもしれないんで、何回かこの動画見ていただくと、あ、そういうことなのかって分かっていただけると思います。で、この停止条件のポイントなんですけれども、基本的な部分で言うとまず2つ、ここを覚えておきましょう。故意に条件成就を妨げた場合、条件は成就したものとみなすっていう、まず1つ目のポイントです。
故意に条件成就を妨げた。条件ってここですよね。独学で合格したらっていう。この条件を故意に妨げた場合。例えば、私が、あなたに対して真夜中に、電話をかけまくったとか、毎日毎日電話をかけまくって、もう勉強できないようにして、また、睡眠も取らせないようにした。これは、あなたが合格することを妨げてますよね。条件成就っていうのは、あなたが独学で合格することなんで、これを故意に妨げてるわけです。こんなことしたらどうなるかっていうと、もう条件は成就したものとみなしますよ。つまり、もうこれは満たしたとみなすと。言い換えると、私はあなたに100万円をもうあげなければいけませんよっていう話になるということなんですね。二つ目のポイントがですね、当事者が死亡したときは相続の対象となりますよということですね。例えば、私が死亡しちゃったと、契約した後に死亡しちゃったといった場合、私の相続人がこれを相続するんですね。この契約を相続、引き継ぎます。つまり、もしあなたが独学で合格したというのであれば、私の相続人があなたに100万円をあげなければいけませんと、まあ、いう話ですね。で、今回2つポイントをお伝えしたんですけども、この停止条件がどういったものなのかっていうことですよね。ここをちゃんと頭に入れておきましょう。いろんな部分で停止条件で出てくるんですね。民法以外の部分でやっぱ出てきますので、基本的にこの停止条件がどういったものなのかっていうものを具体例を入れながら頭に入れていただければと思います。宅建試験は理解できれば合格できます。理解せずに勉強し続けたとしてもなかなか合格するのは難しいです。理解をすれば勉強は楽しくなるし、また合格もしやすくなります。具体例を使ったり、イメージしたり、理由付けをしたりして勉強を行っていくのが理解学習です。難しいな、何言ってるのか分かんないな、実力が上がってる実感がないな、もしそう思われているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導では理解学習を行って一段一段実力を上げていただくことが可能です。もしあなたが次の試験で合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。